はい、どうもこんにちは、ホットケーキと申します。横浜の方角からやってまいりました。方面から、メンバー紹介をしたいと思います。僕は大谷雅子さんです。大谷雅子です。ゆうこさんの、ゆうこさんの名前なんですね。私が僕、ギターのタケヤでございます。タケさんです。よろしくお願いします。今日はちょっと普段あんまりオリジナル聴いてやらないんですけども、今日はオリジナルの曲をですね、何曲かやすると、帰る曲を、知ってる歌がありましたらですね、一緒に歌っていただけたらいいんですけども、オリジナルとは言いません。それでは1曲目、オリジナルですね。いつかあなたに。私の頃でいうと20代前半ぐらいの、おとなしい感じの女性だったんですが、喋ってるうちにですね、なんかこの人意外と声大きい女性なんじゃないかと思うところがありました。で、なんでそう思ったのか分からなかったんですけど、よくよく見てみるとですね、その女性のここにですね、ポツンと可愛らしいほくろがありましてですね、このほくろが、この人色濃く見せてるんだなと、思った次第ですね。そんなことができたら結構あります。泣きぼくろという曲を歌います。目尻の
ほくろ泣きほくろ誰が名付けた泣きほくろ恋傷つき泣かされて悔しいけれど当たってる思いつくまま呼んでみたあたしを捨てた男たちあたしが捨てた
ストリートという、まあ、ドブ板横丁というんですよね。昔からありましてですね、すごく昔は、20年、30年前ぐらいまではですね、米兵の方がいっぱいいつも来てね、夜はなんか賑やかで怪しいお姉ちゃんとかですね、怪しいおじさんとかいっぱいうろうろしてくる。僕なんかは若かったんですけど、あれとか怖かったんですけどね。最近はすごくそこがね、まあ、米兵の方がやっぱりいろいろうるさく問題も起こすと思うんですけどね、あんまりリアル化なくなってですね、非常に静かな街になってしまう、ということがすごいわいさつで怪しかった時代が結構懐かしいかなって、そんなことがあってですね、横須賀ドブ板、横須賀ドブ板ストリートブルースと、もう一回言いますね、横須賀ドブ板ストリートブルースという曲を作りました。長いですね、ご当地ソングでございます。Thank you.
街から消えちゃった。そんな別れも今となりゃ思い出話になるものさ。EM クラブの裏手のあたり、さびれた景色を思い出す。いろんな歌謡曲をですね、勝手に持ってきて並べ立ててですね、勝手に歌ってるっていうことをよくやるんですけども、最後に、そのメドレーを、ね、昭和とか平成の、懐かしい歌をですね、メドレーにして歌います。知ってる歌が出てくるんですが、若い子はちょっとあれっていう感じの曲かもしれないですけど、はい、では行ってみましょう。知ってるかなったら、無理にとは言いませんが一緒に行ってください。I'm not afraid of the dark.
困ってます本当に困ってますどうもありがとうございました。